あ、そうだ。ちょうど太陽が同じ角度。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。相変わらず帰りたいね。何回目ですか？4回目？そうだ、4回目だね。うん、ありがとうございます。相変わらず硬くてたくさん来ていただいて、お世話になっております。ゴリゴリだ。え、もうゴリゴリ。うん、ここだ。でも最近ちょっとスパンが短いから前よりは楽かもしれない。肩甲骨横っちょのアップ
票数より高そうだね。最後帰りに来てくれたお兄ちゃんたち、あと事情を共有してきたばっかりの、あと関西からの渋谷の皆さん、はい、文化プラスから支援の人をぜひお越しください。
みたいなやつ。ああ、いいからね。なんか今の気持ちそれ。本当にどこで何してるのか。体重の増えたり減ったりってやっぱ1キロ2キロあるじゃん。言ってる人いたよ。
ちょっと。
あのちゃんと電話でこれ au に向かうところまで。もしかしたら俺のところに電話かかってますか。ちゃんとそれを見届けて。6時までには呼ばれるって言ってた。うん、大丈夫、問題ないよ。シュークリームどうするか考えてる。シュークリーム何店舗かね、いいの。いや、シュークリームはあそこなんだよ。ああ、あそこね、ヒカリエね。そうなんだけど、取り置きとかできるのかな。で、帰りの方がいいじゃん。そうだね。もしくは保冷剤に入れてな。いや、あの持ち歩いてると倒れちゃうから au の帰りがいい。Yeah.